はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、ダイヤのエースアクト2新聖堂高校の投手デビューガチャですね。古谷と沢村の別バージョンが登場となってます。まあ例によってちょっと駆け込みのガチャにはなりますけれども、バナ PSR の出る70連まで引いていきたいと思います。で、まあ古谷とね沢村に関してはレンタルサクチャレでちょこっと使ったような気がします。で、沢村は金徳エースの風格と変幻自在2種類取れる可能性があって、古谷に関しても怪盗と怪物キウイ、両方取れる可能性がありますというところですね。では、単ガチャがバナー PR 以上確定なので単ガチャは1回例によって引きましょう。まあ、ここはもう PR だね。で、沢村もクリアもね、そもそも旧バージョンを全然持ってなかったと思うんで、どうだろうね、どこまで解放できるか、てかそもそもどっちがどう手に入るのかよくわかんない。で、10連目は SR、 誰が出るかはわかんない。バナーキャラ何パーセントって書いてあったっけ。だいたいね1人 10% とかで 12-3% とかで設定されてる感じなんで、五分か、全く使ったことないな。沢村の R、 古谷の R か。これはそうすると1234人入ってる。まあ、2人以外、まあそうだよね、出現率 26% 超えって、まあ多分 26.何% とかそんな感じだと思うんだけど、だいたい1キャラ 10% 前後なんだよね。で、20連目も SR になってます。だから2回引いても出てこない確率の方が多いは多いのか。うん、出てこない。で、ちーちゃんはね、ジャスチーが全然上がってないんで、まあ、入ってくれてるのはかなりいいかな。4人、だいたい4人入ってんな。では30連目はバナー SR。 はい、沢村がスタミナと変化球なんで練習的には沢村が使いやすそうだけど、クリアはね、なんだっけ、怪盗と怪物キウイ両方とも二次得に対応してるのが取れるんで、まあ、変幻自在も今対応してんだっけ、なんかわかんねえや。なんか一覧表みたいなのがちょっと欲しいよね。二次得に対応している金得みたいな、もう忘れちゃうよ、その何が対応してるのか。で、40連目はバナーキャラのみ出現なので SR が入ってくれてると嬉しいけど、入ってないと思う。これはまだ入ってる可能性があるけど入ってない。古谷古谷ばっかだな。まあ2分の1だからね。こうやって見るとすごい、1、2、3、4、5、ちょうど5枚ずつ。なんかそのまんま確率通りみたいな感じだよね今んとこ。で、50連目がバナー SR。 はい、例によって別枠が何も入ってないんだけど、まあ、3パーだからね。サムラどこまで上げられるかね。PSR はもう確実に全然解放できないんで、ちょっと見てみますか。どういうあれだったっけ。練習効果アップがついて、タックが100、やる気が100、基礎経験点はなさそう。まあ、やる気効果アップと練習効果アップで得意練習以外の経験点を少し底上げする感じか。あ、結構コツ持ってんね。結構コツは持ってます。ちょっと間違えた。では60連目、ここはおまけ付きなので
まあバナーキャラがね2人しかいないからね、絶対どっちか揃うっしょっていう、どっちかっていうか両方は揃うでしょっていう。ミオちゃんとかさ、やっぱね PSR のプラゴになっちゃうともうそのキャラの価値がなくなっちゃうんでね、それこがちょっと悲しいよね。 SR 選択権投手で70連目、ここバナー PSR、 虹が出ても驚かない。で結局さ確定枠しか入ってないっていうね、悲しい現状。フルヤ、フルヤはそのまま PSR で使う。で沢村も多分大してあげらんないから、フルヤってどういうテーブルだったっけ。怪物のエンジン、スペシャルタックボーナス、筋力ボーナス、練習効果15、練習効果30、技術ボーナスがある。いやいいね、いいテーブルですね。まあただ得意練習はね球速と肩なんで、まあ、二刀流キャラですね。なんかそこそこあるような気がするけど、子宮と乱調を持ってる。1、2、3、4、5、あ、まあ多いは多いか、ポーカーフェイスも合わせればというような、感じでした。ちょっと確定枠しか出なかったのが悲しいところだけど、まあね前回のね今日のパワープロに回したのは爆弾が爆発してるからね、その後にガチャ引いてるからそんなもんでしょっていう感じになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。